4回戦の結果発表です。4回戦第1試合、さくらプロ対加藤プロ、168対203で加藤 P の勝利です。続く第2回戦は黒川プロ対さくらプロ、179対255でさくら P の勝利です。そして第3試合は加藤 P 対黒川プロ、173対215で黒川プロの勝利です。4回戦終了時点の成績です。1位カトピー15ポイント、2位サグラピー12ポイント、そして3位が黒川ピーで9ポイントとなっております。はい、この後は第1試合から第3試合までまとめてご覧ください。どうもプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。プロボーラーの大久保です。いつもありがとうございます。はい、勝手にスポルト頂上決定戦第4回戦でございます。現在ですね、私が12ポイント、そして大久保プロが9ポイント、そして黒川プロが6ポイントとなっております。だんだんじわりじわりと黒川プロ上げてきてるんで、はい、頑張りたいと思います、はい、とりあえずまずはここでね、負けちゃうとまた同じポイントになっちゃうんで、はい、頑張りたいと思います、はいはい、そしてですね、あのスポンサー募集ってさくらちゃん言って、たくさんの方にですねお問い合わせいただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、一応今回はあの金銭とかそういうのはなしでいきたいと思います。まあ僕が用意します。はい、はい、ということで皆様応援だけはよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで早速いきましょう。よろしくお願いします、はい、お願いいたします。はい、2勝1敗2勝1敗だね、加藤さんが。そうですね、はい、頑張ります。はい、使用ボールはウルトラベント 7.0 です。レベル 7.0 です。はい、はい、幕の内弁当でも日の丸弁当でもなくてウルトラ弁当です。どうぞ。はい真剣勝負だからあれ、最初からふざけてませんでした今。あー、タップした。ほら、幕の内弁当とか言ってるからやば、手ちょっと回っちゃったな今。お願いします。はい、はい、あ、すごい手。さすが、これダブル幕の内弁当だね。また何か言っております。よし、いきます。はい、完璧。はい、はい、ん、おっと、おおギリギリ失礼しました。なんかいつもならあーとか言うのになんか今無言だったから結構取れんのかなって一瞬、あの俺、おーっと思った時にはもう多分落ちるだろうと思ったのね。いや、心の中ではすごい叫んでましたよ。あ、そっかそっか、はい、なんだ、そういう作戦なのね、今日は。いや、別に作戦とかじゃない。なんか何も言わないから結構普通なのかなと思ったら、いや、危なかったね。危なかったです。よし、こっからですよ。はい、ん、出過ぎじゃない？ストライクが出過ぎちゃう。まばたきで訴えないでください。おソリッドボール対決。あ、そうですね、そうですよ。大久保プロはハンデが10ピンあるから、はい、ま、このままだと僕は負けちゃう。あるんですけど、まあまあすぐですからね。はい、さっき天品タップ。これでどうだ。今度は何弁当ですか。あれですか、なんだろうすいません、はい、レパートリー少なかったですあ、待って、すごいこぼれた今。あ
なんか一フレと同じだな、お互いピンアクション全く同じ。天ピン学習してないってことですよね、それね。そういうことですね。あっ、え、ボールがいなくなった。やばい、変なもの見てしまった。やべえ、超怖いんだけど今。あ、待って、ボールを使いました。ちょっとね、真剣勝負だから。最初に幕の内弁当とか言ってた人がいます、それ。すいません。いや、アプローチに上がったら真剣だから。やばい、すいません、2人して。すいません、ここからですよ。はいはい、完全に制御不可能になってます。はい、やばいね。やばいですね、さっきとは全然違うぞ。気がする。え、やばい、お友達置いてきちゃった。いや、どうしよう、あれ取れるかな。どうなの、どうなの。うまい、うまいな。よし、はい、ボーリングは5フレからですから。はい、もうこれでアジャスト完了ですよ。よし、ちょっと薄いけど。今なんか四股踏みました。四股は踏んでない。こうやってガッツポーズした。ちょっとおねえみたいな。なんか5番レーン薄いね。なんか悪いわけじゃない。でもこっちと比べるとこっちの方が遅く感じるんですけどね、うんうんうん、それを意識しすぎてるのかな。ねえ、1、3もちょっとね、普通に巻いてて。でもあれより手前から出ると多分刺さりますよね、うんうん、あ、え、ごめんなさい。あれ、今日やばいね、お互い天秤が。やばいですね。大丈夫、こんなんで、すいません。ここチャンスだよ、これチャンス。ダボれば逆転チャンス。あ、そうか。はい。手前から出ると曲がりすぎる。引っ張っても曲がる。わかんないけど。はい。さあ。いいですよ、2回もしてしまったので3回しないと。伸びてきたのかな、これ。今の投球を見るとそんな悪くなかったもんね。はい、え、悪くなかったですか。うん、そんなに悪くなかったのに、なんか球がスーッといっちゃった気がした。なんか投げ方すごい気持ち悪くなかったですか、今。え、そう、なんだろう。もう一発。こっちがまだまだ薄い。
はい、はい、気持ちが伝わった。ワイパーで、ワイパーではなかったけどね、1回だったから。もうボールチェンジしてる。変わらんわ。ちょっと足りない。足りないですね。ちょっと寄りすぎなんだな。大丈夫？ダメなんじゃないの？あはい、残念、はい、ほんとスペアボールの場合はね、ピンのさ半分より左側に当たらないとあまり ね幅がないもんね。よし、これはオッケー、完璧。ちょっとなんかまだ足りない。光ったのに変えて先が来るかと思ったけど、やっぱレーンが変化してますね。あら、4回戦第1試合立ち上がり不調ですね。不調ですね、はい、まあでも第2試合目もあるから頑張ってください。はい、よし、うん、もうちょい、あと一転がり。やばい、まだ天品だ、天品。そろそろ頼みますよ。天品、不調もいいとこですか。うまい。いや、これで取れなかったらやばいですよね。でもね、まあね、この前でもやばいですけど。いやいやいや、よし、とりあえずパンチアウトしましょう。あら、あら、ちょっとリリース甘かったか。あさあ2回戦につながるか。とりあえずすごい行くとこありますよね。うん、おー、惜しい。ダメ。フィフス出したのにギリギリ200。はい、ナイスショー。いや、なんか先の動きを期待したけど、結果的に普通に外出ればよかったっていう。そうだね。まあ、2回戦につながるんじゃないでしょうか。はい、なんかぼやけすぎるかなと思って書いたんですけど、そんなことなかった。ん、ちょっと出すぎか。はい、そして、はい、はい、ということで私が203ピン、大久保プロがハンディで168、はい、168ピンということで、なんとか勝ちました。
はい、ちょっとね、お互いちょっとだらしない部分があったので、すいませんでした。残りの第2回戦、第、あ、じゃあ第2試合、第3試合は維持しないように頑張りましょう。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また残りの試合も見てください。はい、ありがとうございました。はい、プロボウラーの小林です。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。黒川です。はい、ということで勝手にスポルト頂上決定戦第4試合、あ、第4試合じゃない、第4回戦じゃないですか。第4回戦第2試合でございます。よろしくお願いします。はい、大久保と黒川の対戦でございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、一番声でかい。真剣勝負、真剣ですよ、当たり前じゃないですか。真剣勝負って言った次の投球、幕の内弁当と言ってました。頑張ります。じゃあ、ここからいきます。お願いします。はい、お願いします。はい、あー、ちょっと。お。はい、ギリギリストライク。みんなユニフォームお揃いです。お揃いユニフォームですよ、今回は。今回はちゃんと打ち合わせをしました、はい、ちょっと出たぞ。おお、ダボじゃない。はい、ハンデ10ピンあるんだよね、そういえば。あります、実は。ね、あー、いい。イエーイ、よいしょ、よし。ちょっと出たぞ。あー、どんまい。超ニコニコしてる。どんまい。超嬉しそうなどんまいいただきました。惜しかった。満面の笑みのどんまい。おった、あ、やった、はい、やった、はい、いや、悔しいのある。はい、これ来たらでかいですね。そうですね、連勝、連勝しますんで、連勝、連勝記録が、連勝、よチャンスが来ました。
おー、ちょっと持ちすぎた感じが。あら、あら、やばい、4回戦みんな天秤を見せるの巻き。これで分かんなくなった。ちょっとさっき加藤さんにボコボコにされたんで。いや、ここで別にうさばらししないでいい。違う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 、違います違います、そういうわけじゃないですけど。そういうわけじゃないですか。いや、失敗の後はちゃんと修正しなきゃというですねすいません。ちょっとこぼしたか、惜しい。黒川さんがまだ投げてないのかな。実は今日開けたてのバーナーパール、バーナーパール900グローバル、こちらを投げております。初投げです。いい感じですか。いい感じです。いい感じですね。いい感じです。ボール宣伝したらあら、あるある確かに。天品が取れる気しなくなってきちゃった。みんな不調ですね。天品やばい、ね、やばい、ごめんなさい。やばい、ツーマーク負けてんじゃないですかこれ。あ、ほんとだ。頑張る。お。褒められたらダメなタイプなんですかね。さっきまでいいボールだったんだけど、ね、ストライクしか来ないんじゃないかなっていうぐらいな。ご利用士感が。危ない、よし、よし、待て。もう結構やばいですね220ペースが230だもんね。はい、スペアで勝ちじゃないですか。タグラちゃん、
い。宣伝する前ほとんどストライクだったのにね。どういうことですか。そんなことあるんですか。あるあるです。あるあるですね。はい。やばい。みんなやばいですね。どういうこと。しかもみんな5番レーンでミスってないですか。怖っ。さあ最後点フレ。はい、さくらちゃんパンチアウトで締めてくださいよ。頑張ります。僕も頑張ります。はい、はい、頑張りましょう。ちょっと待って、ほんすごいこぼしちゃった。おくるくる回ってたよ。回ってましたね。バレリーナストライクだよ。浅田真央ストライクですか。トリプルアクセルです。3回転、3回転半してました。おお。やっぱり褒めたらダメなのかもしれない。あるあるですか。あるあるです。しかもまた絶妙に難しいのが残りましたね。ね。おお。よし。おビッグゲーム。1ゲーム目とは別人ですね。第1試合です。お。甘い。ドンバイ。これ一番のローゲームじゃないですか。大丈夫です。ローゲームの後は大丈夫です。知らないけど。頂上決戦始まってからの。私もさっきローゲームやりました。何点ですか。150。 あ、勝った。ちょっとすっごい嬉しそうな顔しないでくださいよ。それで弱々な天秤。はいはい、ということで大久保が245のハンデ入れて255ピン。すごい。で、黒川プロが179ピンということで、全ては天ピンのミスから始まりましたね。僕はね、スペア大事ですよ。はい、改めて思い知らされました、はい、1ゲームです。はい、ボールを褒めたらあれみたいな、はい、頑張って。はい、スペア大事ということです。はい、はい、大久保、あ、今回はスペア取りました。じゃあ第1試合がひどかったんで、ノーミスだもんね。はい、はい、第3試合頑張ってください。頑張ります、はい、ということで、あとの2試合もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい、それではただいまから4回戦の3ゲーム目、はい、私とカトピー、はい、回戦です。よろしくお願いします。お願いします。同じユニフォームで、はい。同じユニフォームで。今日は同じボールじゃないんですけれど。はい。2人とも光ってる球で。そうですね。はい。勝負します。勝ちますよ。僕も勝ちますよ。じゃあ引き分けて。前回 VIP で対決したときに、はい、同じユニフォーム、同じボールで、点数はお揃いじゃなかったですねっていうコメントがあったんで、今日は頑張りましょうね。今日は点数はお揃いにします。300と300で。300と300で。はい。ということで、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ行きますよ。お願いします。300の夢がどこまで続くかですね。そうですね。ここで終わらないように頑張ります。さすが。まず一つ夢をつなぎましたね。はい、じゃあ私も行きます。はい。
おーよし、まだ2人とも、はい、あるね、夢をつなぐ男加藤優也、はいはい、すいません。黒川さんのボール何ですか？これはですね、開けたての、はい、バナーソリッドです。もうソリッドなのに光ってるんですよね。箱出し光ってるんですね、はい、なるほど。はい、来すぎた、来すぎちゃいましたね。加藤さん、夢をつなぐ男が夢をつなげなかったです。途切らす男になりましたね。私は3回戦はウルトラベンドのレベル 5.0 です。曲がります、ご覧の通り曲がります。あれ大丈夫？大丈夫？危ない、危ない、危ない。じゃあ僕が引き継ぎます。はい、夢を。もう出たらなんかすごいね。やばいですね、曲がりますね。はい、これでもかってぐらいに。よし、やばい、ちょっと力入ってんな、バランス崩れました。おお、イエーイ。6番とこ抜けちゃうかと思いました。いや、そんなに切れないんで大丈夫ですよ。加藤さん、もう若い時みたいに切れないですか？若い時も切れないです。はい、はい、失礼しました。よし、出さないようにね。はい、お、ちょっと難しいですね。相当パックンツになってます。やばいな、これ。よいしょ、よし、とりあえずカバーしましょう。お、惜しい。残念、曲がりすぎ。はい、さあこっちですね。4回戦は5フレからです。ほほう、難しい。よし、行きます。はい、惜しい、惜しい。まさか、やばい、ちょっとこれやばいよ。やばくない、チャンスだよ。
ビビってる。スペア、ウィニングミスしちゃいけないんですよ。ワンマーク、ワンマーク。え、タンマーク？マークじゃないです。先にダブル。5番レーンも変化してきたぞ、これ。いきます。イージーミスしちゃいけないんですよ。来い。惜しい。いや、完璧なポケット。さくらちゃんがめっちゃ瞬きしてます。心から惜しいと思います。惜しいだけじゃダメなんですよね。そうなんですよね。さあどうだ。うまうま。さすがですね。やった。はい、これで流れが変わるはずだ。これで、あとさ、そうですね、僕はここからストライクラッシュですね。そういう流れか。さあどっちに来る。そっちか。よし。危な。ちょっと内側だったけどセーフ。手回した分だけ曲がってきました。11ピン差。ここからが勝負ですね、加藤さん。ここからが勝負ですよ。僕はもう残せない。さあどうだ。おお、すごい。今のピンアクション。さすがニューボール。頭のね、あのちょうどてっぺんから興奮しすぎて声が出てきました。裏返っちゃいましたよ。友達呼んでおくの。そうです、友達来ちゃった。呼んだわけじゃないんだけどね、来ちゃった。OK。 まだ諦めない。9点パンチアウトで205ピン。205か。でもはい、え、205ですよね。205だね。全然だ。全然じゃないですか。諦めていいですよ、勝さん。全然あるじゃないですか。ターキーはやめて。4回戦の天秤は危ないですからね、皆さん。よし。あ、5番レーンだけだ、俺も。危な。ラッキー。さあ緊張する。そうですね、これ取れないともう負けですもんね。そんなことないよ。
いやでもこれ取らなきゃ負けちゃいますね。いややっぱそれくらいプレッシャーかけないとダメでしょ。ナイスです。 6番レーンは大丈夫なのが分かった。そうですね、5番レーンの点数が怪しいです。5番レーン黒川さんがタップするように僕はここでダブりますからね。いやだから9番残すぐらい攻めれたら自分で自分を褒めるよ俺は。イエス。まあでもいつも褒めてるもんね自分で。完璧だと思ったのに。そうだね、さっきやっぱね3610だったから寄ったんですよ。それはピャーっといっちゃった。カスさん惜しかったですよ。はい、よしすごいやっちょ。あ、カスさん言い出しっぺがミスりました。波乱の4回戦だこれ。4回戦結構あれだね。はい、最後ストライク。ストライク出させてください。はい、出してください。それでみんな一緒。はい、そうです。パンチアウトできました。ナイスゲームです。4回戦の第3試合は、はい、私黒川が215ピン、カトピー173ピンで勝ちました。おめでとうございます。参りました。イエーイ、はい、でもまだ10分の4ですからね。まあ、まだまだね、まだ6回戦残ってます。はい、はい、ではまた次の動画をご覧ください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。